こんにちは、モテサクこと茂木耕作です。天気と気象について分かっていること、いないこと、これが発売されるまであと3日になりました。それで、今日は僕が第5章をこの本、担当させてもらったんですけども、その第5章の中身について少し話してみたいと思います。第5章はですね、この日本の第5番目の季節と言われる梅雨についてなんですけども、まあ、この本に入る前に去年にですね、僕はあの梅雨についてはもう散々好き勝手に書きたいだけ書かさせてもらったという本がありまして、梅雨前線の正体というのが東京都出版から昨年出てるんですけども、まあ、これでもう大体書きたい、書く、僕が書くべきことを書けることっていうのは全て書いたつもりだったので、その直後にまあこういう本で一章を担当してみないかという話が来まして、まあ、どういうふうにしようかなということを最初考えました。で、最初はですね、ちょっとあのこの梅雨前線の正体180ページぐらいあるんですけども、そのダイジェスト的な中身にしようかということも考えたんですけども、まあ、せっかくあの、この本で、まあ、今まで絶対こんな本はなかったっていうものを作れたような気もしていたので、まあ、せっかくまたそれが、書くチャンスをもらったということで、まあ、この本についてもやっぱりその今までこんなのは確かになかったという取り組みを何かしたいなというふうに思って、まあ、単純なダイジェストとか続編とかそういう形ではないものにしようと思ったのが、まあ、最初書き始めた時の気持ちでした。で、まあ、そのどういったことが結果的に書いたかっていうのはちょっと最後に話しますけども、まあ、話としてはですね、実はそのこの梅雨前線の正体を書き終わった後に、まあ、昨年の九州北部豪雨が起きまして、まあ、それについては、まあ、もちろん起こる前に書いてたので、まあ、ああいったひどい災害が起こるようなものについて具体的に想定したような書き方っていうのはやっぱりできなかったところがあったので、まあ、それをどうしてもやっぱり何とかして盛り込みたかったというのがあります。で、実際にその九州北部豪雨でどういうことが起こってというところから書き出しを始まるんですけども、実際にその、まあ、どういうことが僕らにできるか、まあ、実際に当事者にはなかなか、当事者ではない僕らにはですね、なかなか手が出せないところもあるし、やっぱり多くの人が無力感を感じたりとかっていうこともあったと思うんですけども、やっぱりですね、なんていうのか、普段全くその危険なことが起こったりとか、そういうほとんどの時にはまあ平時ですね、まあ、そういう時にいかに気象について楽しんだりとか親しんだりとかっていうことをできてるかどうかっていうのが結局いざという時のまあ判断力であったりとか、まあ、いざという時の情報の適切な集め方であったりとか、まあ、それをどういうふうに受け取って解釈すればいいのかっていうようなところにものすごく重要になってくるんじゃないかというふうに思ったんですね。で、まあ、その辺をですね、やっぱり単純に、まあ、楽しくとか、分かりやすくとかそれだけで書いてもどうしても限界があるなということをどうしてもいろいろ感じてまして、で、まあ、その辺をなんとか解決したい、そう解決できるような本にしたいと思いました。で、実際書いたのはですね、エッセンスとしては、まあ、梅雨前線の正体のダイジェスト的な部分もありますし、まあ、それをさらに続編的に、まあ、最新の、まあ、去年出たばかりの論文を特に関連の深いものについて、まあ、お二人、三山さんっていう方と吉田健二さんっていう気象庁の方なんですけども、そのお二人の論文について詳しく取り上げたりとかいうことをやったわけなんですけども、まあ、今までなかった取り組みの一つとしてはですね、この本で僕がやったのは実際に読者の人が自分で情報をじゃいざという時に取りに行くという時に、まあ、そのガイドにも自然になっていくような、まあ、そういった仕組みをちょっと入れてみました。で、それがまあ第5章の冒頭の部分なんですけども、バイオ研究の、まあ、初めてのバイオ研究に挑戦するという、まあ想定のもとで、
読んでいくと、まあ、実際にそのここを調べてみてくださいと。でそうすると気象庁のホームページでこういう情報も実はちゃんと公開されてるんですよとですね。でそれを調べてみると実は意外に自分は今まで気づかなかったけど、じゃあ実際にはここどうなんだろうって調べるときにどうしたらいいのかと、まあ、そういったところをですね、実際の読んでる人の行動につながるような仕組みを入れたいなというのが、まあ、この本で少しできたんじゃないかなと思っています。まあ、具体的にはですね、まあ、大したことはではないんですけど、まあ、梅雨の6月であるとか7月の季節について例えば月の積算降水量っていうのを自分の住んでる土地ですとか、まあ、自分が特に例えば親戚が住んでて気になってるとか、まあ、そういった土地を自分で好きに選んでですね、この方に、まあ、表があるんですけど、この表をちょっと自分で埋めてみてくださいというパートがあるんですね。でそれを埋めること自体は誰でもできる簡単な話なんですけども、気象庁のホームページをこういうふうに見るとちゃんと値が載ってますよと。で自分の好きな土地、自分が気になる土地を選んで実際に値を調べて入れてみると、同じ6月でもこんなに値が違う。意外とこの土地とこの土地離れてるのに同じぐらい降ってるんだとか、まあ、そういったことに自分で気づいて、そういうところからですね、やっぱり情報の使い方とか解釈の仕方とかっていうのが、まあ、入り口になるんじゃないかなと思います。で、まあ、これやってみていただくと本当に簡単ですけど非常にいろんな驚きがあって、僕自身も長年研究しててもですね、僕自身もやっぱり驚きがあるぐらいなんで、ぜひやってみていただきたいんですけど、まあ、そういうことを一回やってるかどうか、つまり情報を普段自動的にずっと受け取ってばかりではなくて、ちょっとでもですね能動的に調べようとしてみるっていうことをしたことがあるかどうかっていうのは、ものすごく理解というものに対しても大きな差を生むんだなっていうところをですね、まあ、体感していただけるような形に、なんとかできたんじゃないかなと思っています。で、まあそれ以外にはですね、まあ実際にはですね、僕はですね観測シミュレーションもあるんですけども、観測現場でどういったことを調べると特にやっぱり今後の未来の研究っていうのがより良くなるのかとか、まあ、そういったところを、まあ、どんな人でもですねちょっと疑似体験的にしてもらえるような中身にして、まあ、それを30ページほどに収めたというような感じの第5章になっています。で、まあ本としては白黒なんですけど、やっぱり写真をですね、まあ、できるだけ入れてですね、実際にどういうことをやらないと未来は良くならないと、でもそれはちゃんとやろうと思った人が多ければできるというところの、まあ、希望みたいなものもですね、まあ、含めて、書いてみました。で、まあ、コラムなんかもですね、やっぱりこの本はやっぱりそれぞれの研究者が書いてるコラムの部分が非常に面白い本っていうのが特徴の一つなんですけど、まあ、僕が書かせてもらったのはサイエンスコミュニケーションっていうのが、まあ、最近よく言われてるんですけども、まあ、それのやり方で、まあ、僕なりにどういうふうに、まあ、コミュニケーションの双方向ですよね、どういうふうに成り立たせればいいのかなっていうところをずっと模索しててですね、まあ、その辺について、まあ、コラムに書いてみました。まあおなじみの僕の指導教官だった上田先生ももちろん出てきますけども、まあ、その辺がですね、30ページで改めて、まとめることができて、まあ前作のバイオ前線の正体からまたさらにちょっと、まあ、短いんですけども、ある意味全く新しい切り口を作れたかなというふうに思っています。まあぜひですね、3日後発売になりますので楽しみにしていて